今から上野山遺跡と上野東古墳を紹介します。僕は最初、上野山遺跡はどこにあるのだろう、上野東古墳はどこなのだろうと最初は場所さえも知りませんでした。古墳巡りで上野東古墳に行った時、どこかなと探していたら、この畑にあるよと言われて驚きました。なぜならこのように見た目ではとても分かりづらいからです。こんな身近な場所に古墳があるということに驚きました。僕はその身近なところにすごい歴史が眠っているというのがいいと思い、上野山遺跡と上野東古墳を紹介することにしました。まずは上野山遺跡と上野東古墳で見つかった土偶や勾玉の紹介をします。これが上野山遺跡で見つかった土偶です。これが上野東古墳で見つかった勾玉です。このように上野山遺跡と上野東古墳ではすごいものが見つかっています。なので、ぜひ見に来てください。